佐藤あやみです、ただいま私の大好きなオートバックスに向かっています。はい、今日も安定でサッサンがカメラを回してくれてます。はい、そんな感じでただいま、BRZ に乗って、オートバックスに向かってるんですけど、まあ、今日はねちょっととあるものを買いたいなということでいろいろ見たいのと、あとは、まあ、普通に車用品、まあ、オートバックス行くだけでね本当何時間でも折れるぐらい大好きなので、まあいろいろ見たりとかしてちょっと買い漁ろうかなと思います。最近ですね、あのうちの実家のノアちゃんが怪我をしてしまったようでほっぺた両方にね、うん、ほくそかかってったってわからんか、あのフロントのフォグランプの下の方っていうのかな、なんかそのちょっと出っ張っとるところが両サイドちょっと傷が入ってて、しかもなんかかなりね深い傷なんですよ。でなんかそれがなんかどうにかごまかせんかみたいな感じでなんか母から言われて、今日傷確認したんですけど、まあまあかなり深め、結構ガリッといっちまったよね。ただなんかその何もう大掛かりな修理っていうよりはとりあえずなんか目立ちにくくしたいらしい。でけんひとまずなんとかできんかなって言われて、でけんちょっとあのねオートバックスに行く目的の第一はそれなんですけど、傷をどこまで見えにくくするか、もう消すことは絶対不可能なのでどこまでごまかせるかってところをねちょっとこう考えながらグッズをね見に行こうかなとっていう間に着きましたよ。オートバックスちゃんです。おいしょおいしょ。さてさて、傷消しアイテムとかってさ結構あるもんね種類。実際にはあんまり使ったことないんですけど、てか使ったことないんですけど、なんか結構種類あるので本当にそれも楽しみやね。こういう商品あるんだとか思えるしさ、いいね。久しぶりに来たオートバックス、楽しみ楽しみ。さてさて、何時間いるんでしょうね私たちはね、さっさんよし到着。よし、じゃあ行きますか。買い物に行って買ってきたものを実際に開封しながら紹介していこうかなと思います。はい、車に戻ってきました。じゃーん、いろいろ買ったんで早速皆さんにね紹介していこうかなと思います。まず一つ目、じゃじゃん、こちらリピートでございます。車内用マイクロファイバークリーナーということでですね、これクラウンスポーツにも買って確かグレー買った気がするよね。え、そうやったっけ。そう、茶色持っとって最初、そしたらあグレーあるやんと思ってグレー買った気がするけど、ごめんなさい間違ってたらこれかもしれないとりあえずまあどっちでもよかったので、あの目に入ったこちらのものを買いました。でこれさ、なんかこういう風にゴムがついとってサイズもすごいコンパクト、手のひらサイズなので本当にこうしまう場所に困らないというか、かさばらないというか、ポンと隙間に入れておけるのでめちゃくちゃいいです。しかも結構ホコリだったりとか、あとねこのナビのところちょっとやってみる、実際に今さちょっと指紋ついとろう、珍しく綺麗よねもっといつも汚いよね、うん、なんか、まあ、ここにちょっと指紋がここら辺とかなんかちょっとついてるかなと思うんですけど、するかな、こうさちょっとこう軽くこうするだけでめっちゃ綺麗になる、ほらすごくない、ほら超綺麗になりました。しずくちゃん、おにぎりちゃん、これねかなり使えますよ。結構 BRZ とかね黒ベースが多いので指紋が目立ったりとか、あとホコリがね目立ったりとかすごいするんですけど、そういうのもちょっとくるくるくるって軽くするだけでかなり綺麗になるのでおすすめです。はい、そして次こちらです。フクピカの窓バージョンでございます。これねお値段が348円、お手頃価格でございます。でこれが窓の外側の汚れ、泥、砂、ホコリ、油膜だったり水の跡だったり虫取りの糞とかワイパーアームだったりとかね、で、内側ももちろん使えて、ホコリと手垢とか、タバコのヤニとかにも使えるんだって。はい、という感じで、結構、窓、
もう前も後ろも全面使えるということで、かなりいいなと思って買ってみました。まあ、福ピカシリーズは、ボディ用の福ピカだったりとかもかなりずっと愛用しているものなので、まあ、結構信頼度高め、私の中では。なので、この窓用福ピカ。で、父の車もさ、窓とかの汚れが目立ったり、まあ、母の車もなんですけど、まあ、とにかく車の窓ってすっごい汚くなるじゃないですか。なんかボディはまだ綺麗だけど、窓だけすごい手垢とか曇ってるみたいな、汚いとかいう時あるから、まあ、窓綺麗にするだけで一気に綺麗みが増すというか、ほんと綺麗になるので、これはね、一つね、持っておくのはいいんじゃないかなと思います。そして次。私の大好きなゴードンミラーのもの買いました。これがね USB ケーブルのタイプ C を買いました。1メートルのブラックです。で、私の iPhone はタイプ C なので、今ね前の iPhone の普通のタイプ C じゃなくて、わかる、先端が iPhone 用のやつ、あれしかこの車乗ってないので、アビーちゃんにもタイプ C 乗せなきゃと思って買いました。なんかこのゴードンミラーのさりげない感じのロゴとかがおしゃれやし、まあケーブルは正直何でもいいんですけど、まあせっかくね、いろいろとこだわってる愛車なので、こういう細かいところもこだわってみようかなということで買ってみましたが、ちょっとテープが剥がれません。てかそう。ネイル変えたんよ。突如の。ほら、キラキラ映ってますか？はい。キラ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 ー。はい。ネイル変えたのであんま力強くいけんっていうね。お、いったいったいった。これいろいろ色もありましたよ。なんか結構ね、アウトドアな感じのさ、雰囲気漂う色じゃない？カーキーとか、グレーっぽい感じの色だったり、なんかゴードンミラーってそういう感じの色味が多いっていうイメージで。この黒も真っ黒っていうよりは、なんかちょっと、真っ黒っちゃ真っ黒か。なんかね、黒光りしてない感じのソフトな黒なんですよ、とりあえず。で、ここの部分が、こういう感じの素材です。はい。1メートルもあるので、まあかなり長いっていうところで、後ろの席の方、TRZ の後ろに誰かが座ることあれば、その後ろの方まで充電できる長さですね。でもまあ長ければ長いほどというか、まああんま2メートルとかはさすがにいらんけどさ、まあ1メートルぐらいあったらね、お家で使ったりもできるしね。そういう感じでいいんじゃないかなと思います。はい、これを買ってみました。てかゴードンミラーのアイテムめちゃくちゃ可愛いの多いし、おしゃれだしね。すごい好きなんですよね。そして次、いよいよ、ノアちゃんの、はい、リペア商品です。まずこれからね、はい、こちらでーす。なんかラスト1個だった。これが、クイックスの塗装面用傷リペアシステムっていうもので、なんか傷リペア系のものっていうのかな？小傷とか、なんかそういう、なんかリペア系のアイテムってすっごい多かったんですよ。かなりいろんな商品があって、で、いろんな商品見た中で、なぜこれにしたかというと、後ろにですね、浅い傷から深い傷まで対応し、って書いてるんですよ。なんか他の商品とかって、結構小傷とか、こう、ちょっとした洗車傷だったり、薄い傷に対応です、みたいな感じで書いてるんですけど、なんかこれは深い傷までとか書いてて、ほんと単純なんですけど、私。この前の写真の部分の傷が一番深かった。パッケージの中で。っていうね、ところを理由で買ってみました。まあ、ラス1っていうところもあるんですけど、なんか簡単ステップだし、ドイツではナンバーワンのブランドらしくて、全塗装色に対応。ワックスやコート剤の下地処理にも最適って書いてあるので、まあまあまあいいんじゃないですかっていう感じでね、買ってみました。私ほんとこれ系にはね詳しくないので、それもアドバイス、皆さん詳しい方たくさんいると思うのでアドバイスいただきたいんですけども、はい、私の素人なりの頭を頑張ってフル回転させてこれにしたっていう感じ。まあ傷が深い絵が描いてるってことはね、やっぱ自信あるってことよ。使ってみるの分からんけどね。これがですね、2280円でした。なので、この傷の、そういう系のやつの中では結構高めでしたね。なんか他のものは何百円のものから、ほんと千何百円のものまであって、これが一番高かったかもしれない。一番っていうか、まあ、お店によってね、商品の品揃えも違うと思うんですけど、見た中では2000いくらぐらいが結構高いなっていう印象だったので、はい。まあ、値段的にも高いってことはいいんじゃないかなっていう、ほんと素人の考えですよ。そんな感じで、こちら。にしてみました。そしてもう一つ買っちゃいましたよ。じゃじゃん。これは見たことある方多いんじゃないですか。有名ですよね。傷消しワックス。なんかこういうタイプのさ、ワックス、こういう缶のワックスって人気じゃないですか。はい。こちらの黒ツヤ傷消しワックスにしてみました。で、面倒な拭き取り不要のものですね。で、これをなぜ買ったかというと、先ほどの商品にワックスやコート剤の下地処理にも最適って書いてたから、これで傷を
とりあえずこうごまかして、その上からこのさらに傷消しワックスを黒のねすることによってなんかごまかせるんじゃないかなっていうね。ほんとさ、これもさ、アウトなやり方かもしんない、もしかしたら。ほんと私の個人的な素人の勝手に、自己責任でやることなんで、皆さん。すいません、そこは。絶対アウトだよとか NG だよとかこうやった方がいいよっていう意見絶対いっぱいあると思うんだけど、素人なりに自分で いろいろやってみたいなっていうね。なんかほんと母親は、のは私が一回ぶつけた時から、もちろん大事にしてますよ。大事にしてるんだけど、やっぱ小傷とかそういうのとかね、結構いろいろあるから、なんかとりあえずやってみたらみたいな感じの、ちょっと実験感覚も許してくれるような感じのノリだったから、私もちょっと素人なりに自分の頭の中で考えて、ちょっとやってみたいなということで、こちらの二つにしてみました。ほんとさ、専門の方とかさ、からしたらアホやなとか思われるかな、やっぱ。むずいよね、こういうのって。やっぱほんとに、知識ないとこういうのむずい。でもやっぱりオートバックスに行くと、こういう私みたいな素人でも、あ、これ良さそうとか、なんか、ね、そういう風に親切にいろいろ書いてあるからさ、やっぱわかりやすくていいよね。どんだけごまかせるかっていうところを、ポイントにしてるので。多分完全に消えることないぐらい、結構うちのママやっちゃってるんで、なんで、母親が、もういいじゃんって満足いくようにごまかしたいと思います。まあ、うちの母親ちょっと天然系なので、多分、ちょっとでも磨いとけば、いいよって言いそうやない？うん。いいそう。めっちゃいいよって。ね、それを期待して頑張ります。はい、というわけで今回は、こちらの商品たちをオートバックスで購入してみました。いかがだったでしょうか。オートバックスは定期的に行っていろいろ買ったりはしてるんですけど、今回結構初めましてちゃんのアイテム、まあ傷とかのそういうリペア系はやったことないので、なのでそういうのをちょっと買って今めちゃくちゃテンション上がってます。早く使いたいです。そんな感じで皆さんもぜひオートバックス行った際はチェックしてみてほしいなと思います。今回もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。